クラッシャーってかっこよくて憧れるよね。何のことだぜ。何言ってんのマリサ。宇宙では有名な仕事だし、危険さはあるけど宇宙を股にかけて様々な依頼をこなす、ロマンの塊のような仕事じゃない。まさか知らないとかないよね。そんなもんあったか。大丈夫マリサ。常識じゃない。どこの世界の常識だぜ。それに今の世の中どこに宇宙を股にかけて働く仕事があるんだぜ。あるじゃない。宇宙ステーションとか、めちゃくちゃ限定的だぜ。なんか強引さが増してるぜ。それで今回はどうしたんだぜ。いやー、実はクラッシャー。それはもういいぜ。いやそうじゃなくて、クラッシャー城って作品を紹介しようと思って。そうだったんだな。ごめんだぜ。22世紀とかなり先の未来で、惑星間移動や移住が当たり前になってるような時代。宇宙を舞台にして4人と1台のロボットが活躍する、日本のスペースオペラの草分け的作品だよ。へぇ、すごそうだな。前にヴィナス戦記で紹介した安彦義和監督の初監督作品で、原画には板野サーカスで有名な板野一郎さんをはじめとして、ガンダムシリーズで有名なサンライズ作品の精鋭的なメンバーが携わり、ダイナミックなビームやミサイル、宇宙での激しい戦いなどとても見応えがあり、さらに作中に色々と遊び心がある演出が散りばめられてて、スピーディーでアクロバティックな動きとか神がかってるしな。それに同じく前に紹介した幻魔大戦と同時期に上映されて、興行収入的には宇宙戦艦ヤマト完結編に次いで3位だったけど、内容は最も面白かったと呼び声が高い作品なんだ。それまたすごい話だぜ。それじゃ今回は宇宙が当たり前になった未来の世界で、危険も伴う様々な仕事を受け負い活動する、4人のクラッシャーが活躍する作品、クラッシャー城を紹介するよ。よろしく頼むぜ。22世紀初頭の2111年、人類はワープ機関を完成させ、宇宙開発の幅が大幅に加速度的な広がりを見せ始め、他の恒星系への進出などが行われるようになっていったけど、宇宙航路の整備や移住先の惑星の環境調整など、大きな問題が山積みになってる状態でもあり、すごいロマンはあるけど色々と危険そうだぜ。まさに未知との遭遇だし、危険な場所や生物など色々といる可能性もあるし、何より無法地帯っぽい危険さがありそうだね。そこで惑星開発に従事し、星の環境を変えてラフォーミングを行ってた者たちが、宇宙の何でも屋的な存在として、護衛や危険物の輸送、人命救助などを行うようになり、環境を変える壊し屋として名が知れてた彼らはクラッシャーと呼ばれるようになり、犯罪以外なら報酬次第で何でも引き受ける存在。前に紹介してたカウボーイビバップっぽいな。結構似た感じだね。2120年頃からクラッシャーが現れ始め、2129年の惑星トプロスの独立宣言を皮切りに、惑星国家の時代が到来して、広大な宇宙の治安を取り締まるため、独自の宇宙軍を保有する銀河連合が設立され、その後地球という惑星単位だった地球連邦は、国家希望太陽系単位に改め太陽系国家ソルとして生まれ変わり、それから人類は太陽系を一つの政治国家として、太陽系国家の時代へと変わっていき、太陽系単位での改造がすごい勢いで進んで、8000にも及ぶ太陽系国家が連合に加盟して、まさにその拡大と繁栄は絶頂期と言える2161年の話。すごい勢いで増殖って感じだぜ。わずか50年足らずで広がりすぎじゃないか。今の人口が約80億でまだ増え続けてるとはいえ、国によっては出生率は減ってるとこもあり、予想では110億人で頭打ちになると言われてるようで、そっから宇宙に出て8000の太陽系国家ができるってことは、その太陽系内にはテラフォーミングされたいくつもの惑星が存在すると思われるし、その間にそんな爆発的に人口は増えるもんなのぜ。移住に適した星がかりに8万として平均的に住んだとしても14万人程度だし、そんなバランスにはならないと思うから下手したら数人、数十人って星もありそうだぜ。なんかややこしいこと考えてんね。まあワープができる前の人類も近場の宇宙を開拓してたと思うし、それによって人口も爆発的に増えて、ワープ開発後にさらに広がってったって可能性もあるし、惑星の人気度なんかもありそうで、資源採集や特定用途のみの星だってあると思うし、星の人口もバラバラで、中には数人とか数十人程度って星もあるんじゃない？確かにそういう可能性もありそうだぜ。ただ気になると沼にはまっていくんだぜ。何の話してたんだっけ。そう、その繁栄の裏側にはやはり非合法組織や宇宙海賊なども勢力を伸ばしてて、その荒くれ者どもとの揉め事なんかもクラッシャーが引き受けるようになった世界。仕事によっては命を伴いそうな感じだぜ。クラッシャーの仕事は多岐にわたり、その性質からならず者とみなす人もいるけど、非合法な仕事はしない日の当たる真っ当な仕事でもあり、自分の仕事を完璧にやり遂げるため、
様々な技術や専門知識を身につけた宇宙のエリート集団でもあるみたい。かっこいい存在なんだな。クラッシャーのシンボルは流れ星マークで、そこにリーダーのイニシャルの飾り文字が組み合わされチームシンボルとなり、クラッシュジャケットと呼ばれる共通デザインの制服を着用してて、防弾耐熱で気密性も高いことから簡易宇宙服や潜水服にもなり、様々な隠し武器も装備されてるみたい。便利そうだな。メンバーごとに上着の色が違ってて個人識別に使われるらしいよ。変態系みたいだぜ。いろんな仕事があるから、基本的には中身をしっかり確認して、本部の承認を得たい法制のない仕事を行うらしいけど、時折緊急性の高い飛び込みの依頼がやってきて、依頼者からの話をしっかり聞いて、違法性などがないことを確認して現場の独断で行うこともあるようで、ある種現場の暗黙の了解的なところがあるけど、それによって違法な仕事に巻き込まれたり、思わぬ事態になるってこともあるらしく、この話もそんな依頼が元で大きな事態に巻き込まれていくって感じだよ。時間制限や人命がかかってたりする仕事もあるから致し方なさそうだけど、それによってはめられたり、自らの危険も伴うことあるから難しそうな話だよな。まさに現場のジレンマってとこだね。ストーリーは高速で何やら荷物を運ぶトラックとそれを追う3台の車、激しいチェイスと銃撃戦が始まり、追い詰められながら高速の出口を利用してうまく追っ手を巻いたトラック。物々しい始まりだぜ。アジトに逃げ状況を伝えてると爆破され宇宙港が閉鎖されたことを知らされ焦りながらも、運んできた荷物が無事だったことが幸いと、何をしてでもこの荷物を運ぶと伝えるボスっぽい男。中身は何なんだぜ。ほぼ裸で意識を失ってる女性だよ。それは悪そうな匂いがするぜ。そして宇宙では主人公たちが活躍して宇宙基地っぽいのを破壊する任務をしてて、地上に戻ると飛び込みでの依頼の話が、エレナという女性が昏睡状態で冷凍されてて30時間以内に手術しないと助からないらしく、それほど遠くない惑星の医者のところに連れて行ってほしいと頼まれるけど、そんな簡単な仕事をわざわざクラッシャーに頼まなくていいと断ろうとする主人公。飛び込みだししっかり見極めないといけないしな。問題はとある財閥の後継者のためお家騒動で妨害が予想され、公になるとグループ企業全体の信用に傷がつくため連合宇宙軍にも頼むことができなく、渋ってたけど名前を聞いて屈指の財閥だということを知り、相手の身分も間違いないものと確認が取れたため受けることにしたんだ。しっかりしてそうだし、お金の匂いもしそうだしな。それもありそうだね。女性と関係者を5000に乗せて前金をもらい、宇宙で気楽にワープを起動して進んでると、その途中で問題が発生して苦しい状況から宇宙船ごと予期せぬ場所に飛ばされ、気絶から目覚め客のことが気になり調べに行くと姿はなく、女性を乗せた装置も消えてしまってて、全く予期せぬ場所へワープアウトしたみたい。宇宙は予期せぬ危険が満載だぜ。状況を考える間もなくワープアウトしてくる別の宇宙船が現れるとともにレーザーが飛んできて、連合宇宙軍からアナウンスが入り船に乗り込まれ事情聴取をされ、依頼のことや状況を話すけど通じず、証拠があったはずとメンバーが探しに行くけどそれも消えてしまってて、海賊行為の容疑で捕まってしまったんだ。目の敵にされてるっぽいぜ。この大佐はクラッシャーを認めないタイプみたいだよ。尋問を受け大佐が部屋を出ると、廊下には知り合いと思われる士官がいて、検事局からの決定は証拠不十分で釈放だと伝え、納得がいってないみたいだけど、彼らを泳がせて一網打尽にする計画と伝えると大佐は渋るけど、他に当たろうかと伝えると渋々応じることに。踊らされやすそうだぜ。その後惑星アラミスの議長と呼ばれる大物っぽい人物が、釈放の通知を行う異例な行動のため出発し、何も知らず釈放と伝えられた主人公たちは不機嫌に部屋に案内されると、そこには議長と呼ばれた人物がいて、主人公が親父と一言。すごい大物っぽい人物の息子だったんだな。クラッシャー評議会議長らしいよ。そしてこの件に関してルール違反を犯したため6ヶ月の活動停止を通達され、ディスコに行って酒を飲み荒れる主人公。確かに面白くない感じあるしな。荒れる主人公に乗っかるヒロイン、責任を感じる補佐のメンバーと、飲みすぎと止める小さいメンバー。ヒロインが酒を飲むと主人公以外青ざめて、主人公は荒れ続け酒癖が悪いヒロイン。立ちが悪そうだぜ。主人公とヒロインが踊りに行き少しすると喧嘩が始まり、ステージは大乱闘の状態。メンバーたちも助太刀に入り、店内はボコボコの状態で、警察が来たためずらかろうとすると、大佐と話してた士官から手引きをされその場を去り、ディスコは崩壊するほどの状態に。めちゃくちゃすぎるぜ。足を踏んだ踏まないで発展したみたいだよ。まあ虫の居所が悪そうだったしな。その士官は過去に主人公の父親や補佐の男性と共にクラッシャーをしてて、今では宇宙軍の情報部の中佐をやってるらしく、主人公の依頼主のことを探ってて、怪しい男にたどり着き、主人公たちに依頼を行った人物を突き止めてて、その男は宇宙海賊の一員
み、無法者の惑星ラゴールに逃げ込んでることや、手を出したいけど軍や警察の立ち入りを拒否してることを伝え、クラッシャーなら入ることができると焚きつけると、主人公は行くことを決心し、中佐はそのことを大佐に伝え軍を近場へ動かし、主人公たちはラゴールへと飛び立ち、彼らは入国を許可されその前に入国検査を受けることに、中佐にうまく誘導されてる感あるな。検査のためステーションに入ると、依頼をした男が主人公たちの船を見つけ、ヤバいと思いボスに伝えると、やっちまえばいいと早期満々、入国の許可を得て地上に降下してると突然的に襲われ、この喧嘩勝ったと戦闘配備するメンバーたち、血の気が多い連中だぜ。激しい空中戦でやり手の2機からの攻撃を受け、主人公は戦闘機でヒロインと共に空中戦を仕掛け、被弾した母船は宇宙港に退避させ追い詰められる主人公、アクロバティックな運転でなんとか巻いたけど、エンジンがやられ不時着することになり、機体が爆発して途方に暮れる二人に、宇宙港ではすぐに修理をしろと声を荒げる補佐の男性、切羽詰まった状態だぜ。そこに大統領の秘書から緊急通信が入り、仲間救出にも関わる話があると伝えられ、相変わらず途方に暮れてる二人の元にさっきの追っ手が現れ銃撃戦になり、なんとか一人を追い払うけど、もう一人にヒロインが捕まりピンチな状態に、追い詰められるけど後ろから危険な野生動物が現れ、敵は排除されたけど今度はその動物に襲われ、逃げてる間にヒロインが今度は巨大な人食い植物に捕まりピンチの状態、間一髪のところで仲間の船が助けに来て難を逃れた感じ。まあそうなるのぜ。どうやら大統領から船を貸してもらい助けに来ることができたようで、大統領から会いたいと伝えられたらしく、その後秘書の車で大統領と人目につきにくい場所で会い、車の中でモニター越しで会合を行い、この国に救う巨大な海賊のボスの首を依頼され、少なからず利害が一致するため、情報提供や水面下での協力を条件に依頼を引き受け、海賊のアジトに乗り込み、依頼を達成するための行動をするとともに、最初に乗せた積み荷の女性の謎や、とんでもない装置に宇宙の危機、そしてこの騒動の黒幕的存在など、いろんな要素が詰まったストーリーだよ。なんかいろいろと詰まってそうだな。上映時間132分と意外と長めの映画だったしね。アニメ映画にしては尺が長かった分2点3点しながら進んでいくストーリーに、宇宙船や戦闘機を使った宇宙や上空での激しい戦い、バトルシーンやガンアクションに、迫力のあるミサイル攻撃など、作画も相当なレベルでとても見応えがあったんだけど、ストーリーは少し行き当たりばったり感があり、メリハリや盛り上がりに欠けるって話もちらほらってとこも、まあいろんな意見があるしな。そこはマリサの言う通りで、確かに展開がちょっとざっくりだなとは感じたけど、演出の凄さや遊び心などいろんな要素が詰まってて、当時の作品としてはかなりの見応えがあり、まごうことなき名作の一つだと思うよ。いろんな意見があるしな。主人公のチームメンバーも5人いるし、主要キャラなども多めで結構バラエティに飛んでて、癖が強めのキャラにちょっと抜けてる感のある悪役などコミカル要素もあったのが印象的。ガンダムのイメージからちょっと外れそうだな。まずは小型宇宙戦艦ミネルヴァの責任者で、自身のクラッシャーチームを率いるリーダー上、父は史上初のクラッシャーで、母は彼を産んだ半年後に亡くなってて、10歳の時に父の後を継いでクラッシャーとなり、父親の片腕だったベテランを補佐に、徐々に仲間が増え、若干19歳ながら3人のチームメンバーを率いるリーダー、父親の後ろ盾などはなく自らの実力で活躍する、生え抜きの特 A クラスのクラッシャー、やり手だぜ。メンバーの活躍もあるしね、受け負った仕事は最後まで責任を持って臨むプロフェッショナル、父親譲りの勇気も持ち合わせ、冷静な判断と高い技量で数々の依頼をこなす凄腕で、ただ若さゆえに向こう見ずなところもあり、血の気が多く少々荒っぽさもある感じ。小競り合いでディスコぶっ壊すくらいだしな。普段はメンバーと共にミネルヴァを拠点に活動し、父とは対抗心から素直に接することができないとこがあり、袖が白で青のクラッシュジャケットを着てるよ。活動的な主人公って感じだな。次はメンバー内の好一点で、金髪碧眼の美少女ヒロインアルフィン、連帯惑星ピザンの元王女で17歳の女性、ただ選挙君主制であり、幼少の頃の適性検査で不適格とされたため王位継承権はないみたい。なかなか複雑っぽいぜ。母国でのクーデターが起きた時嬢たちに救われ、その後押しかけで彼らの仲間になり、嬢に惚れ込んでて積極的にアタックするけどなかなか良い雰囲気にならず、依頼に関わる女性にさえ嫉妬して、助けるために密着しただけでヒステリーを起こすほど、なかなか強烈そうだぜ。気象が激しくお天場で、しかも酒癖が悪く絡んだりするからメンバーは気が気じゃないみたい。なかなか濃いキャラだぜ。リアクションが大きく戦闘中も騒がしいとこもあるけど可愛く元気な超美少女。ミネルヴァの広報誌で赤のクラッシュジャケットを着てるよ。可愛く元気な超美少女っていいぜ。次はジョーの父親の片腕だった超ベテランクラッシャーでジョーの補佐を務める大男タロス。過去の度重なる負傷から全身の8割がサイボーグ化してて、タフで打たれ強く、腕っぷしも強い、
ちょっとフランケンシュタインみたいな見た目だけど若い頃は男前だったみたい。中身も見た目も変わっちゃった感じだな。クラッシャーの中でも随一の操縦技術を持ち、連合宇宙軍からも声がかかったほど、左腕の義手には機関銃が仕込まれていて、いざという時の切り札になり、ジョーの信頼厚いパートナー、親子に渡り良き相棒って感じだぜ。小さいメンバーとよくくだらない言い合いをし、ぶっきらぼうだけどジョーに熱くメンバー思いの男、ミネルヴァの機長を務めクラッシュジャケットは黒だよ。気は優しくて力持ちって感じだな。気性は荒めだったけどね、次は小柄でムードメーカー的立ち位置のメンバーリッキー、もともとは孤児でカッパ笑いをしくじり、殺されそうになったところをジョーたちに助けられ、その後ジョーたちの船に忍び込み仲間になったみたい。厳しい身の上だったんだな。非力だけどすばしっこく、小柄な体格のため小さい穴でも平気でくぐれるなどの身軽さがあり、体格差があってもそのすばしっこさで戦いでも活躍してて、タロスとよく喧嘩するけど仲は良く、ジョーは兄貴としたい。アルフィンがチームに入る手助けをした人物、ミネルヴァの機関士を務めクラッシュジャケットは緑だよ。ただのお調子者じゃない感じだぜ。次はジョーたちのサポートロボットドンを、もともとは父親の船のために作られた高性能汎用ロボット。ユニークな見た目だけどテクノロジーの粋が結集されてて、メンバーが船外で活動する時の留守番であり、支援や情報分析などを行い、メンバーがピンチの時にミネルヴァごと駆けつけて救ったり、指令によりミサイルでサポートなんかもする感じ。頼れるサポーターだな。感情を理解して一緒に笑ったり、片言でコミュニケーションを取ったりもでき、待機中にエッチな本を読みながらくつろいでたり、ちょっと変わった面もあり、機体の修理なんかも担当してるよ。なかなか人間味のあるロボットだぜ。次は連合宇宙軍大佐で堅物、癖が強くてコミカルさもあるコワルスキー。頑固で融通の効かない典型的な職業軍人で、クラッシャーをならず者とみなし容赦がなく、過去に同僚を海賊に殺されたことで20年にも及ぶ軍人生活を宇宙海賊の撲滅に注ぐ情熱か、まっすぐな性格のため乗せられやすいこともあり、必要とあらばクラッシャーにも協力する柔軟性も持ち合わせ、結構凄腕な指揮官っぽいけどキャラが非常に銭形警部に被るよ。親しみやすそうだぜ。次はジョーの父親の元メンバーで、現在は連合宇宙軍情報部2課の中佐バード。かつてタロスと奪い合った女性と結婚するためクラッシャー寮から足を洗ったけど、わずかな期間でその生活は終わりを告げ、岐阜の勧めから連合宇宙軍に入ったみたい。辛そうな過去だぜ。情報部というスパイ的立ち位置のため、様々な情報をつかみ、コワルスキーやジョーたちをうまく乗せて目的を達せようとするなど、人を動かすのもうまく、ジョーの父親と繋がってる雰囲気もあったよ。裏で暗躍するタイプだぜ。次はジョーの父親で最初にクラッシャーと呼ばれ、現クラッシャー評議会議長でもあるダン。クラッシャー黎明期にその名を轟かせた伝説的人物。ある事件の失敗で重傷を負い脱出不能になった時、10歳のジョーに命を救われ、体力の限界と時代の変化を悟り引退して、現在はクラッシャーの指導や地位向上運動に専念してるみたい。一代で大物になった男だな。ダロスや昔のメンバーからはおやっさんの愛称で呼ばれ、ジョーが独り立ちしてからは補佐などをつけたけど、あまり接点はなさそうな雰囲気。ただ息子のために決定を伝えるため、わざわざ自ら出向く異例な行動を取ったり、陰ながら心配してるところもあるっぽいけど、なかなかの作詞でジョーたちをうまく扱い、手のひらで踊らせてる感もあるよ。さすが最初にクラッシャーと呼ばれた男だぜ。次は海賊を追ってジョーたちが行った、治安の悪い惑星ラボールの大統領ジュプロマルドーラ。秘書を通してジョーたちにコンタクトを取り、窮地を救う手助けをしてもらったけど、この惑星を根城にする大海賊マーフィーの首を依頼され、国を憂いていると思いきや、裏でいろいろとある人物でもあったよ。怪しさがある男だぜ。次は宇宙海賊マーフィー、パイレーツの冷酷なボスで高圧的な男ビッグマーフィー。宇宙屈指の大海賊団で広大なアジトに宇宙ステーションまで持つ大物。部下には厳しく、失敗にはきつくとがめ、無能な部下にはボロクソな感じ。ちょっと気持ち悪いペットを可愛がってるよ。悪党なボスって感じだぜ。次はマーフィー4人衆の一人で青ひげの異名を持つネロ。ジョーたちに嘘の依頼をした海賊のボスで、とても好戦的な男。ジョーたちがラボールの入国手続き中に目をつけ襲撃するけど、凶暴な野生のモンスターにやられちゃったよ。かませ感があるぜ。次もマーフィー4人衆の一人でキャッツアイの異名を持つ高一点のノーマ。顔色が悪く血を好む女性で、ネロと共に襲撃に行き破れたため、ジョーに深い恨みを持ち、サディスティックで容赦がないけどちょっとドジなところもあるよ。キャップ系だぜ。次もマーフィー4人衆のモンスターロキと呼ばれる男。ロキ、巨体で人間離れした怪力の持ち主で、タロスから力が強いと言われたとともに、
その容姿から俺より醜い顔だと言わしめたほど。すごい言われようだぜ。腕っぷしは強いけど頭は弱く、マーフィーからは無能者とよく蔑まれ悔しい思いをしてるけど、実は野心も持ち合わせてる男だったよ。利用されそうなタイプだぜ。次もマーフィー4人衆の一人でアイスハートの異名を持つキリー。4人の中では頭が切れマーフィーの右腕で4人衆のリーダー的立ち位置。冷酷残忍な作詞だけど爪の甘さがあり、たびたびマーフィーに咎められてたよ。残念さもある感じだぜ。最後は海賊たちの罪にとして扱われた昏睡状態の美女マチュア。ある装置をめぐり鍵となる女性のため拉致された研究者。本名はジョナ・マチュアで、このストーリーのキーマン的存在だよ。裸の美女だったな。比較的長めな尺だけあり、結構キャラが多めで、いろんな思惑が渦巻き、嬢たちはうまく乗せられて操られたって印象があり、思わぬ行動や裏切り、意外な黒幕など結構意外性があったよ。結構深そうな感じだな。そして原作者のこだわりも詰まった豪華な声優陣も印象的で、条約の竹村博さんは当時すでに役者を配慮して、割烹料亭のフロアマネージャーをしてたけど、以前所属してた劇団のデモテープがなぜか選考に紛れ込んでて、それを聞いた原作者が主役に抜擢して、後に声優から映画の吹き替えなど本格的な活動に繋がったみたい。すごいきっかけだったんだな。ちなみにコブラの声でも有名で、数多くの吹き替えや作品に携わった野沢なちさんの弟子でもあったらしいよ。野沢なちの無駄遣いを思い出すぜ。ヒロインのアルフィンは、今ではアメリカで声優養成所の運営なんかもしてる佐々木ルンさん。国際的だぜ。タロスは初代次元大輔やクリスタルボーイなどで有名な小林清さん。リッキーは2代目のび太で有名な小原のり子さんに。コワルスキーは初代で新潟警部でおなじみの納屋五郎さんで、二人は原作者から直接指名があり、コワルスキーはキャラの見た目や雰囲気、さらに声とほぼ銭形警部感が強かったよ。印象的なキャラだしな。ロボットのドンゴはラーメン大好き小池さんや筋骨マンなどで有名な二俣一生さん。ゆるさもありそうなキャラだな。ロボットなのに人間のエッチな本読んでたしね。ビッグマーフィーは初代ネズミ男や石川五右衛門、後に貝原雄山の声なんかもする大塚千佳夫さん。ルパンのキャラ率高いな。ルパンと藤子はいないけどね。そして醜い大男ロキはドズルザビで有名な郷里大介さんとちょっとした遊び心もあった感じだよ。キャラが似てそうだしな。それ以外も映画の吹き替えや主役級俳優業などで活躍される方が多く、声や演技などさすがといった雰囲気だったよ。重要なパートでもあるしな。原作は日本初の本格的なスペースオペラ作品を書いた作家として知られる高千穂遥先生で、日本に SF アートを定着させたスタジオヌエの主催者の一人でもあったみたい。すごい人だぜ。監督は友人でもあり、表紙絵を描いてたこともあり、安彦義和監督が抜擢され、初監督作品で監督、キャラデザ、脚本、絵コンテ、作画監督の5役も担当したみたい。めちゃくちゃ大変そうだな。その分こだわりも多く、つまり企画から2年がかりで制作されたほどだよ。超大作だぜ。キャラデザは安彦監督らしいガンダム風味が強いキャラって印象で、作画の凄さが特出してて、超時空要塞マクロスで注目された板のサーカスっぽいのも見られ、アクロバティックな戦闘機の戦闘に独自の軌道を描くミサイル攻撃のシーンは圧巻で、ほんと戦闘や攻撃のダイナミックさってのが際立ってた感じ。めちゃくちゃかっこいい動きしそうだな。さらに原画メンバーもすごい人が多く、コマごとの作画がとても丁寧で、相当高いクオリティだったと思うし、ディスコが崩壊するシーンなんかもすごくいい動きしてて、細かいところまでこだわり書き込まれた感が強く、当時としても相当高いレベルだと感じたよ。手書きでそのレベルってのは相当すごそうだぜ。昔からサンライズは作画レベルの高さってのがあるしね。ガンダムの性能は伊達じゃないぜ。そしてメカニカルデザインには、超時空要塞マクロスのバルキリーの生みの親である川森昌司さんが担当され、変形の川森と呼ばれ、戦闘機からロボットに変形する可変戦闘機のスタイルの要素は今作にはなかったけど、既存の宇宙船や戦闘機をアレンジしたと思われる主人公サイドのマシン類に、連合宇宙軍の巡洋艦コルドバのデザインの細かさ、あまりに細かくてそれを90度回転させるシーンは圧巻のクオリティだったけど、それを描いた佐藤源さんは、どんどんメカが嫌いになっていったほどらしいよ。一枚一枚手書きだし途方がなさそうだぜ。登場した多くのメカ類は製品化され、今でも人気が高く再販されたりもしてるみたいだよ。長く愛され人気が高い証拠だぜ。ただここでの川森さんと板野さんの出会いが後にちょっとしたトラブルの元になったらしく、川森さんから今度やる予定の超時空要塞マクロスのバルキリーのデザインを見せられた時、板野さんはこれは他のアニメーターでは絶対に動かせないと思い、この画期的なデザインを若手がほとんどの現場でやるのは心もとないと感じ、片やクラッシャー上はベテラン揃いで、安彦さんさえいれば成立するという考えがあったため、途中離脱してマクロスの現場に行くことを決めたみたい。まさかの行動だぜ。安彦監督はショックだったけど、個性派の板野さんの才能のことを考え
害承知して、板野さんは申し訳ない気持ちもありながら、新しいことに挑戦するチャンスを得ることができ、安彦監督に対しては脱走兵だと思ってるとコメントもしてるよ。苦渋の決断だけどスタッフ思いだぜ。ただこれが安彦監督と高千穂先生とのちょっとしたトラブルにつながり、板野さんのような優秀なスタッフをうまく使えないのはやり方に問題があるからと言われ、それは板野さん自身が決めたことであり、スタジオヌエが担当してるマクロスに行ったんだから、オタクに引っこ抜かれたも同然じゃないかとちょっとした喧嘩になったみたいだよ。売り言葉に買い言葉的な感じだぜ。まあそんな話もあったんだけど、他にももうこの作品でしかできないであろう仕掛けもあって、今では考えられないような有名漫画家たちが、作中に登場するちょっとしたものをスペシャルデザインとして提供してて、ロリコンブームの火付け役とも言われてる東秀夫先生が、マーフィーのちょっと気持ち悪いペット東次郎や、衛星ミナウスにいたちょっと変わった爬虫類やうちのデザインをしてて、キャンディキャンディで有名な五十嵐由美子先生が、ドンゴのペットブーブーを描き、新聞連載の4コマののちゃんなどで知られる石井久一先生が、ネロがやってた射撃ゲームに出てくる最低人ってキャラを描いたり、看護師の傍ら作品を描き、漫画界のニューウェーブの一人と注目された高野文子先生が、ラボールの宇宙ステーションの完成感アネッサを描き、寺絵などで有名な24年組の女性漫画家の一人竹宮恵子先生が、ヒロインアルフィンのデートウェアをデザインして、理数系ラブと称され漫画表現そのものをギャグとして追求するスタイルの鳥道先生が、ジャングルの小動物バグパイパーを描き、ダークな SF や飛行機ものの漫画で知られる、三國屋里美先生がネロを倒したエンジンルドラを描いたり、スケバンデカで有名な和田真嗣先生がジャングルの小動物ゴビーを描いたりしてて、すごいいろんな人が携わってるな。こっからがさらにすごくて、さすがのサルトビアグーグーガンも、ギャラリーフェイクなどで知られる細野藤彦先生が、ヒロインを食べようとした人食い植物ナイトウォーカーを手掛けて、うるせえ奴らやメゾン一国など少年誌における女性漫画家の先駆けで、数多くの人気作品を生み出してる、高橋留美子先生が海賊の基地にいた変わった動物チャブを描き、アラレちゃんやドラゴンボールなど誰もが知るレベルの漫画家鳥山明先生が、エンディングで登場するミネルヴァの背後に見える宇宙ステーション、MAX310 のデザインをしてて、そしてアキラで知られるアニメ映画界の巨匠の一人大友克洋監督が、海賊の島で城たちを狙った、長い足みたいのをいっぱい持つハンターマシンアラクネのデザインをしてるんだ。すごいビッグネームばっかだぜ。まず一緒に活動しなさそうな顔ぶれだな。当時ほとんどは若手ってところもあったし、SF つながりでってとこもあった感じだね。それでもすごい話だぜ。原作者や監督の人徳ってとこもあったと思うし、話題性も高く貴重な演出ってとこがあるね。それとともに原作者が作中で逮捕されてたり、スペシャルデザインの先生も数人登場してて、アムロやシャー、ララーニハロなどこっそりと忍ばせていたり遊び心満載。そういう演出面白いぜ。それだけじゃなく高千穂遥先生の別作品、ダーティーペアも作中の映画で上映してて、後に映像化される人気作品となるけど、作画や声優は違い面白い演出で、声優は二人のモデルとなった元スタジオヌエの女性スタッフが抜擢されたみたいだよ。本当にオリジナルのダーティーペアだぜ。BGM も人気が高く、サウンドトラックの売り上げもオリコンの上位に食い込んだほど、小説は本編、別巻ともにいろんなストーリーが出てて人気が高く現在も続いてる作品で、この作品の後に日本の OVA が出て、監督やスタッフの変更などがあり、キャラデザや作画なんかが若干変わったところもあるけど、クオリティも高くなかなか見応えがあり、2作目の最終兵器アッシュは、第7回日本アニメ大賞のオリジナルビデオアニメ最優秀作品賞を受賞したほど、すごい話だぜ。それ以外にも細野藤彦先生などからコミカライズもされてて、さらに現在もクラッシャー上リバースとして不定期連載が続いてたりもするよ。いろんな展開がされ根強い人気がある作品みたいだな。この映画版も原作とは設定が一部異なり、別世界の物語のような両方で楽しめそうな演出もされてるよ。そのあたりの問題とかは大丈夫だったのか？監督と原作者は友人で良好な関係だし、高千穂先生の意見も通りやすく、結構踏み込んでたところもあるっぽいしね。それはいいことだぜ。ただ安彦監督はこの作品の監督をやることにはあまり乗り気じゃなかったみたいで、もともと小説の表紙絵に関してもアニメーターなので専門分野外だと渋ってたけど、高千穂先生の熱心な説得から渋々って言ったところで、その流れから劇場版の話が出た時、高千穂先生に話をするときっと安彦監督の名が出るだろうと思い、
サンライズの岸本社長が先に安彦監督に話を持っていき、まあ、やれと言われたらやりますけどっと渋々だったみたい。強引に持っていかれてる感じだな。気持ち的にはサンライズ初のオリジナル長編ってこともあり、多くの凄腕の先輩がいるのでそういった方にやってもらいたかったのが本音で、後にスペースオペラの面白さがいまいちわからなかったと語ってて、本当にスペースオペラが好きな人が面白いと言ってくれるかどうか、かなり不安だったみたい。と、とんでも発言だぜ。おまけに高千穂先生とは友人であり、監督の件でも期待されちゃってて断れる空気でもなく、またも渋々って感じだったけど、高い技術や遊び心になかなか見応えのあるストーリーと高い評価を得て、アニメージュが主催する第6回アニメグランプリ大賞を獲得したほど、日本のスペースオペラを代表する作品とも言われてるよ。すごい名作って感じだぜ。いやー、高い技術に遊び心が満載、そしてスペシャルデザインなんかも見どころな作品で、携わる人たちもすごかったけど、一人語訳をこなした安彦監督が尋常じゃなさそうだったね。鬼神のような働きぶりだぜ。ガンダム風味があったけどキャラも魅力的だったし、こだわりの声優陣の演技も見物だったし、ちょっとネタの古さや、ストーリーの単調さなんかはあったけど、今でも十分見応えがあるし、ド派手な演出や、細かいけど超絶な演出などほんとすごい作品だと思うよ。かなり気になる作品になったぜ。いやー、アニメって本当に素晴らしいもんですねー。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。